こんにちは、アバウト工業と申します。本日は、私の動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は、JR 東日本様の週末パスを使って、横浜から新潟県の上越美代湖を、日帰りで往復する動画です。私事で、大変恐縮ではありますが、私、辛いものが大好きでして、今回は三代港市の特産品缶釣りを買って帰ってくるが旅の目的になります。よろしくお願いいたします。ご存知の方も多いとは思いますが、今回利用する週末パスはこちらのフリーエリア内を週末の2日間、普通列車を自由に乗り降りできるフリーパスです。価格は8880円と1回分の金額では、青春18切符に比べると高いのですが、この週末パスはフリーエリア内に記載されている JR 以外の鉄道会社も利用でき、フリーエリア内の新幹線も特急券を購入すれば利用できます。動画の最後に所要時間など詳細をまとめてますので、もしよかったらご参考にしていただければ幸いです。まず最初はここ横浜から京浜東北線で上野を目指します。上野までは48分の乗車です。それでは旅の始まりです。この電車は京浜東北線で最初の乗り換えをします。次は高崎線で高崎を目指します。高崎までは1時間42分の乗車です。到着しました。次は上越線で水上を目指します。水上までは1時間6分の乗車です。Thank you.
次は上越線で六日町を目指します。六日町までは55分の乗車です。地上から約10分、階段400段以上を降りたところにホームがあるので、日本一の小倉駅と呼ばれているそうです。降りるのは、ともかく上がるのは大変そうです。いつかそのうち降りてみたいと思います。到着。ここで往路の最後の乗り換えをします。次は超快速スノーラビットで最終目的地の上越美容港を目指します。上越美容港までは1時間3分の乗車です。上越美容港に到着しました。これで往路の終了になります。帰りは上越美容港発15時44分が最終になりますので、上越美容港には最大で5時間11分滞在できます。それでは缶詰を買いに行きたいと思います。買えました。目的の品が購入でき、とても満足してます。それでは少し早いのですが袋に入りたいと思います。袋の上越美容港横浜間は往路と全く同じ路線になります。それでは袋を少し早足でご覧ください。
最後までご視聴していただき誠にありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。